どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐ヤモリを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。ヤモリに拷問されて自分はグールだと自覚した時の金木を2人、前衛の両サイドに置いて、真ん中に、バフをかける A とですね置いて、戦っていきます。まあ、今回はこの2人でね、しっかり火力を出していきたいんですが、まあ、特攻かかってたらもっと良かったんですけどね。今回特攻かかってるキャラ1人も入れてないんで、奥行くかな。まあ奥はいけるけど2奥はちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、一応全員熟練で 100% で保険にムツキを入れて、あとはハイセとハイセですね。さあ行きましょう。まだカグネは出してないな。というわけで2人ともまずカグネを出して、こいつらあれだよね、敵を攻撃力ダウンさせるとかいうスキルを覚醒前には持ってたりはしないよね。まあとりあえず全員でまず殴りましょう。まあたまるか、普通に殴ってやって、デートで殴ってバフをかけていこう。キャホホホホハハハ、オッケーオッケー、ギリギリだな。今ブレイクしたの結構ギリギリだったね。でガンガン削っていく。水属性のこの凶暴カネキかな、フェスゲンの凶暴カネキ。お、でも投稿かかってなくても全然55万ぐらい出たな。で、こっちが誕生日カネキですね。いいねこのステージ。あー、この下のさ、この白黒のチェス盤みたいになってるステージめっちゃ好き。で、スキルを、水の方かな、水の方火力出るから水の方に溜めさせるの立ち回りでいくか。一回殴って、でここあれだな、ムツキと一回前衛交代して一応防御のバフかけておくか。僕に食われても仕方ないよね。かっけえこのセリフ、マジでかっけえ。でムツキでバフをかけて毎ターン体力 30% 回復の状態にしておいて、でここはもう一回金木で殴っておく。でとりあえず1ターン目で2500万ぐらいダメージは出てるんで、まあ1億はいけそうだな。いいね。で1ターン目終了と。1ターン目3100万ですね。死神の出る幕はこれ有利属性でもこんだけ持っていかれるんだ。まあでも、防御力半減してるからな。じゃあとりあえず、あいつ武器耐久値回復してないからエトのブレイクバーストがかからない。やられちまった。時々っていうかもう最近なんかなんだっけな、前の動画でもあの武器耐久値を回復してなかったあの駆逐のキャラ何だったかな、ちょっと忘れちゃったんです。やっぱブレイクバースト変わってないとちょっと半減してるね。さあこれ奥いけるんだろうか。僕はグールだ。上からバチコーンって叩くさあるじゃん、あのとどめ、あれどれだったかな。この金木はなんかブスブスブスって感じでしょ。あ、ちげえわ、これバチンだな。じゃあこの金木なのかな、どうしよう。まあここあれだな、エトのブレイクバースト味方全体のあれはかかってないから、まあシフトは残しておいて、あー武器耐久値削ってくるのか、ちょっと待てよ。いやーその金木に攻撃しないでほしいんだよな。やべえな、これ一回公園に下げて体力回復させようかな。でもそれがいいと思う。っていうかさ、これ普通に殴ってもいけるか、これ普通に。ちょっと待ってよ、ちょっと久しぶりにこのあれを使わせて詳細見させて。こいつのスキルが覚醒後スキル1点、武器耐久値マイナス4でしょ、マイナス4だから全然使ってもいける。使ってでエトのスキルではこいつ削りきれないから OKOKOK、OK OK OK、でエトで殴っておしまい。あ、これ待って、エトたまんないんじゃね。うわ、エトたまんなかったんだが、いやでもここでエトで試させないとちょっとめんどくさいから、とりあえず待て、これハイセイ殴りたいところだけど、ハイセイ殴ったらいかない、いけんのかな。あいつ銃で減るようになってから、こいつ武器耐久値減らすスキルじゃなかったから多分殴っていける。で10連攻撃だから、そう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 、ギリギリ残るはず。 1マス残れ、よしよしよし残った。でエトでブレイクして
デートでバフかけて、まあ、バフは多分ついてんのかな、3ターンの間だったっけな。あ、 2.25 倍。いやー、無駄なシフト使っちゃったけど、凶暴カネキにしっかりとスキル試させて打っていく。僕に食われても仕方ないよね。いいね、いい火力よ。僕はグールだ。で、また、凶暴カネキに試させていく。僕はグールだ。で、ここな、あの凶暴カネキに集中してるから、攻撃が万が一こいつ死ぬとまずいからね、一旦下げようか。下げてムツキにしとこうかな、もったいないけど。で、これで OK。 まあ武器耐久値ダメージを自分の攻撃1回に付与したところで、みんな武器耐久値高いから、ムツキちょっと低いな、みんな低いからさ。一人ぼっちは苦しいよね。で、あいつがちょうどうまいこと回復してくれてるな。待てよ、ここエトへ殴って、またエト、いやでも13あったらたまるわこれはさすがに。で、武器耐久値を削って、マイナスの、このマイナス4っていうさ、あの低い感じがまたあれなんだよね、いい感じに調整できてんだよ。これが高かったらね、スキル打てなくて、キャホホホホ、ザザザザザン、オーケー、いいね。で、圧倒カネキ打って、あ、やべ、待って、うわ、圧倒カネキの家具ね下がってる、やらかしたやらかしちまった、圧倒カネキの家具ね引っ込んでる。いや、このフェスゲンの凶暴カネキはカグネの発動ターンが5ターンなんですよ。だから駆逐戦では1回カグネを発動させておくと、もう後々いいっていうね、1回ポッキリ発動させるだけでいいっていうね。やらかしたな、圧倒カネキくん、君、うやべ、覚醒状態になりやがった、これまずいな。前衛か、これ通常攻撃に1付与して、前衛来るか、これ敵単体か、え、いや前衛攻撃だな。うおー、待って、エト死んだんだけど、やべえ、死にが、待って、誕生日カネキも死んじゃった、圧倒カネキも死んじゃったんだけど、これやべえな。水カネキがブレイクバースト一応持ってる、 S プラスか、こいつにブレイクさせてあげたいけど、確か死神も持ってるんだよね。あ、死神持ってなかった、持ってるわ、ごめんなさい。 1.8 倍だね。有利属性とはいえどっちが火力出るんだろうな。死神がマイナス10だから、とりあえず死神で、うん、死神でブレイクさすか、ここはとりあえずね、殴って、最後死んで終わりたくないから、ムツキで最後バフかけさすか。僕に食われて仕方ないよね。いや、これ行くのかな、1億、待って、考えろ。で、死神でブレイク、いや、これ凶暴カネキの方が火力出る説あるな。僕に食われて、火力出てるけど 1.8 倍のバフかかったブラックリーパットどっちが出るんだろうな。まあここはあれだね、フェスゲンカネキだよね、82,800。あー、全然あれだね、凶暴カネキの方が出てるな。で、これで打って、まあスキル打つのはこれが最後、1億ちょうどぐらいかな、ダメージ的に。どうだろう、あ、一応超えてるね、いいね、いいね、いいね。で、ムツキ出して、ムツキ打って、最後は暴走排泄でスキル打って終わりということでね。いや、やっぱ角蛇ヤモリのさ、半角蛇だっけのヤモリのさ、前衛攻撃痛いな、あの撫でるようなドゥルルルってやつ、吹っ飛ぶんじゃね、これもしかして前衛。
武器耐久値を追加してここで削られたりしたらやばいけどね。さら、あー暴走ハイスは死んじゃったので、死神は避ける。そう、これが死神の強みっていうか、あの2周年の特別な確定ガシャで死神入ってるので、そこで死神引けた人はラッキーだよね。なかなか死神単体って、この前1回あれかな、なんか闇鍋みたいな感じで、復刻はしてたのかな確か。よしよしよし、これで、ダメージチャレンジです、チャレンジですかね、それもクリアということで石10個ゲット。はい、ということでダメージレポートを見ていこうか。6000万ぐらい、あの水カネキが出してくれてるね、凶暴カネキが。誕生日カネキは1700万ぐらいと。はい、ということで今回は、原作再現シリーズ久しぶりにやったんですけど、まあグール自覚したカネキ剣2人を中心に戦ってみました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回も浦安が遠いております。どうぞ。